とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アイテムが300個いっぱいいっぱいになりました。古代狩り、やっていきましょう。やっぱりタワーを周回するよりも、古代狩りの方がチャンスは多いよね。チャンスは多い。10分ちょっとでクリアできて、ショップで色々と見れるので、チャンスはあるんだよね。まあ、パワーはね、低いんだけども。うん。でもまあ、それでも、回っていかなきゃいけませんので、まあ、80% ちょっと。まあ、84%、6%、それぐらいで回っていきます。ここか。また微妙なところが出たな。なんか最初に出たやつが、結構続くような感じだもんね。そうか。まあ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 。仕方ない。ハープクロスボウは出るからね。仕方ないっすね。いけ。よし。おお。やることなく倒しちゃった。やろうと思ってたのにこれを。まずは最初、乱射ですね。いまいち。それでは一周目おしまいですね。なかなか出ないな。幸先が悪いね。スポンジの、いや、いらないな。スポンジはいりません。生きたツタ、クールダウンなし。これ、バブルでも強いかなと思ったんだよね。バブルバースターじゃなくて。でも、うん、確かにバブルダメージはあるんだけども、たくさんの敵に当たらないから、弱かった。うん。実際一回使ってみたけどね。どうしてもバブルバースターみたいな火力は出ませんね。よろしくないね。うん。ダイヤモンドのツルハシ。強いんだけどね。ちょっと釣り竿とキノコ一緒に使わなきゃいけないんで。まあ、今持ってるやつでいいな。よし、2周目行こう。出たー。同じところ。やっぱりそうなんだよね。なんかね、一発目に出たやつが、立て続けに出てくる仕様だよね。もう、ここいらないって。いやー。できれば、イカの防具のところがいいんだよね。何？破滅か。いやー、次、またここだったらちょっとショックだな。ここかー。ここかよー。ここも槍と同じようにいらない場所ですけどね。出ねーなー、ほんとに。で、メイス。深海ステージ、やっぱり 40% ぐらいであいつだけ出るところを狙ったがいいのかな。いや、いまいちだ。2周目おしまい。今日はいまいちすぎるぞ、これ。全然だ。今の 90% だったんだけどね。全然よろしくないぞ。はい、ダメ。まあまあ、いらないな。安定のクールダウンがない。スパイダー、あー、クールダウンついてる。あー、でも、重力パルスか。いや、エンチャントはね、悪くないよ。ポーションバリア、クールダウン、デスバーター。でも、重力パルスか。これ、良し悪しなんだよね。絶対近づけたくない敵とかいるしね。いらない。月だが、いりません。次。ファイアボルトいりませんね。バーストゲイル、いらない。ささやくもいらない。あ、いらんね。まあまあ、クールダウンショットはついてるけども、他がついてないので、ダメだね。はい。3周目。次こそいっぱい出て。ここか。
まあ悪くはないんだけどね。装備どうしようかな。この幸運でいくか。に覆われた怒りでどうかな。いけるんじゃない。でこれでドラもつけていくか一応。うん。でこの防具が3秒なのよね、ポーションバリアが。なんでそこはちょっと注意していかないといけない。2段目が来たらやばい。あ、よかった、2段目は来なかったね。一撃でいけるんだ、なかなか強いな。おお、あ、まあこれ強いもんね。はい、まあとりあえず次行こう。3周目おしまい。いまいちすぎるね、全然いまいちだわ。ひどいな、90% だよ。あれでそれってちょっとね、嫌だな。これもう4周目行こう。3周じゃちょっとこれ、全然いいのは出ないもん。お店でもね、出ないね。お店もなんか、ほらほらほら、全然いいの売ってないじゃん。ユニークが出ないもん。え、幸運つけてるよね。幸運つけてるよ。おお、よし、もう一周行こう。オーケー、こういうの待ってた。ここよ、ここ。幸運ついてるね。どうしよう。近接で行くか。近接で、倒しましょうか。なんか近接でね、最近倒す人がいるんだよね。なんか強いんだわな。多分攻撃力を極上げしてるのかな。ネクロマンサーとかもバシバシ倒していけるんで、これも使っていこう。あ、マジかよ。いけ、ちょっと待って待って。うわー、きつい。いけ、ちょっと待って。どういうこと。なんか2、3発で沈めてた気がするんだけどな。これかなり火力あるけどね。なんでだろう。まあまあ多分そうか、ドラとかいろいろあるか、そういうので火力を上げないとダメか。まあとりあえず外れです。次行こう。 OK、 またここが出た。次はね、このソーブレードでいきます。ソーブレード、これなら倒せるでしょう。いけ、いやー火力ねえぞ。うそ、マジか、マジでか。そんなもんか。こいつらめちゃくちゃ硬いんだね。ちょっと待って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 、雷とりあえずやめて。いけ、いや倒せない。やばいやばいやばい、もう危ねえ、死ぬとこ死ぬとこ。倒せないのかい、近接では。よし、あ、じゃあ俺が見たのはあれか、あのパワーが263以上のやつか。なるほど、多分 そうじゃないと倒せない気がするんだよね。まあまあいいや、とりあえず、ここを倒しました。次行こう。それでは4周目おしまいです。今日は古代人の出が悪い今日は。なんでもうそろそろ、おお、これは惜しいね、惜しいね。一番右固まったな。あー、バーストボーストリングもついてて、いやこれ絶対強いやつなんだけど、合わさっちゃダメ、重なっちゃダメ。クールダウンとアーティファクトチャージが重なってる。惜しいねこれ。
はい、次ピグリの誇り、マルチショットはついてるけどいらない、ハープクロスいらない、ソウルダンサーいらない、おーいいよ、ユニークが結構出だしたよ。あーでも次がダメ、ハイランドもいりませんね。外れ、もう安定のクールダウンつかないやつだね。生きたツタ、うん、ダメ、シュルカーダメ、カトラスダメ。はい、それでは、今日出たやつ見てみましょう。このフロストサイスは今鍛冶屋で出来上がったやつだね。うん、これパワーを上げたやつです。これは結構強いんで使おうかなと。まあまあ今使ってるやつもらったやつなんだけども、それの上位互換かなっていう感じだね。はい、まあとりあえず見てみましょう。バトルローブいりませんで、メイスももちろんいらない、大いなる破滅いらない、ハープーンもいらない。固まるなぁ、なんか固まるねぇ。乱射もいらないね。ハープだと思った、ハープじゃなかった。ではスポンジ、痛みサイクルはついてるね。で、輝き輝き、うん、うん、悪くないね。あ、輝きと重力でもいいね。このスポンジは使っていけるやつです。うん、でも俺はいらないかな。まあ配るように一応取っとこうか。うん、まあ一応取っときまして、配らなかったら売ります。はい、ということで古代狩り4周、今日もいまいちでした。なかなかいいのは出ないね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。重いなー。